皆さんこんにちは。始まりのプロダクトの時間がやってまいりました。司会をしていきますのはチャイルドキャムハウスアートディレクターのほかなこと、アシスタントの、ひらめきんくんです。声は出ませんが私のね、手伝いをしてくれます。今日は結構ね活躍をしてくれる予定です。ということで、今日もたくさんのプロダクトを用意してきましたので、早速皆さんといろんなことをしたいと思います。では、はじめ、ね、もう早速一つ目のプロダクトに行きたいと思います。さあ、一つ目のプロダクトは、デザイン選挙でーす。あ、スプレーさんよろしくと。チャット打ってくれてますね。さあ、デザイン選挙。ね、やったことある人、やったことない人、どっちもね、いると思いますので、簡単に説明をしたいと思います。デザインっていうのは、ね、それぞれのいろいろなデザインを組み合わせて一つになっていることが多いと。例えば時計だったら、フレーム、バンド、文字盤、針というふうに、それぞれのデザインがあって、組み合わさることによって一つのデザインになっています。このデザイン選挙では、そのバラバラになったデザインをみんなの人気投票ですね、選挙で、一つずつ選んで、それを組み合わせることで、世界に一つだけしかない、とっても素敵なデザインに作り上げましょうというね、画期的なプロダクトになっています。さあ、今日もね、何のデザインをするのかというと、郵便ということで、早速アシスタントのひらめきんくんが、手紙を持ってきてくれました。じゃん。さあ、この中には何が入っているかというと、クライアントからの手紙です。クライアントっていうのは、皆さんにデザインをしてくださいというふうにお願いをしてくれる人ですね。そしたらお客さんみたいなものです。読んでみますね。始まりのプロダクトの皆さんへ。私はカメラを開発しているひらめきフィルム、ね、そのものです。楽しいことがたくさん待っている、年末に向けてより写真撮影が楽しくなるようなデザインのポラロイドカメラを作りたいと思っています。皆さんからのデザイン提案をお願いします。ね、ひらめきフィルム社長よりと、社長からね、じきじきに、手紙をもらいました。ということで今日デザインしていくのは撮りたくなるポラロイドカメラです。皆さんカメラはわかるかな、よく撮ったりしますかね。今は携帯電話とかにも必ずカメラ機能って言って写真が撮れるようになってますが、ポラロイドカメラっていうのはシャッターを押したらすぐに、印刷されて出てくる。ね、現像がね、すぐにできてしまうという、すぐに見れる、すぐに渡せるみたいなね、そういうポラロイドカメラを今回デザインしていきたいと思います。ね、11月、12月、もう12月ですが、楽しいね、ことがたくさん待ってると思います。撮りたくなるポラロイドカメラ、みんなでデザインしていきましょう。それでは、早速、デザイン選挙。まずは、これですね。本体、ね、一番、大きな面積をありますが、本体の方、4つね、デザインを持ってきたので、どれがいいか選んでください。1つ目は、黒色。ね、ちょっと昔っぽいやつですね。で、2つ目は、ちょっと花柄みたいな。緑に、お花が咲いてるような。3つ目は、白色に、青色の水玉模様。ね、ドット。そういう、柄のもの。そして、4つ目は、黄色と水色。ね、二つの色がコンビになっているものですね。どれがいいかを選んでみてください。さあ、ポラロイドカメラね、もしかしても使ったことあるとか、撮ってもらったことあるっていう人がいるかもしれません。ね、メッセージとかも書き込めるので、イベントとかでもね、私も、使ったりとか。さあ、みんな選び終わりましたかね。はい、ということで、今回一番多く入ったのは、3番で
ですね、ドット青色のドットの、本体を選んでいきたいと思います。さあ続きまして何を選ぶかというとレンズです。一番大事な部品と言ってもいいかもしれませんが、レンズの部分も少しデザインがあるようなので、どれがいいか選んでみてください。まずは茶色と水色の、もの、2つ目黒色とピンク、3つ目、紫と黄色、そして、4つ目が黄色と紫、逆になるような感じですね。さあ、どれがいいかを選んでみてください。みんな写真撮られるのは得意かな。私は結構そんなに得意じゃないかも。でもね、やっぱり何かあった時には友達と撮ったりとかよくしますね。さあ人気が並んでいますね。さあ一体どれになるんでしょうか。さあ皆さん選び終わりましたかね。終わりましたね。ということで今回は2番の黒にピンクの二重丸になっているレンズですね、を選んでいきたいと思います。さあ、続きまして、3つ目に選ぶのは、シャッターですね。このカメラは上にポンと押すところがある、ね、デザインのカメラになっていますが、それの色、どれがいいかを選んでみてください。さあね、だいぶ本体もレンズの色も決まってきたので、それに合うものどれかなっていう考えながらやるっていうのもデザインの、ね、面白いところですね。さあ1つ目赤色のシャッター、そして2つ目が紫、3つ目が青色、4つ目が黄色のシャッターのボタン、色になっています。さあどれがいいか選んでみてください。みんな勢いよく押してくれてますね。はい、ということで、今回はダントツ人気がありますね。赤色ですね、一番の赤色が一番多く票を取りますので、赤色のシャッター選んでいきたいと思います。さあ最後です。4つ目のパーツね、もうレンズも本体もシャッターもあるし、何がいるかなってことで、ここからは撮りたくなるということで、こういうものを用意してみました。アクセサリーですね。このカメラ自身に何か一つ足して、もっと撮りたいとか、もっと買いたいね。そういう商品にしていきたいと思うので、この4つ、を持ってきました。1つ目は、ピンクのまあ、うさぎ耳ですかね。そして、二つ目、鳥の羽ですね。青色の羽。そして、三つ目が、何やろ、猿かな、宇宙人かな。耳ですね。紫の耳。四つ目は、鹿かな、トナカイかな。角ですね。を持ってきました。さあ、どれがいいか選んでみてください。カメラに買いたくなる、撮りたくなる、要素としてアクセサリーのパーツどれがいいかを選んでみてください。ね、撮るときにこれを見て笑ってくれたらいいかもしれないですね。さあ皆さん選び終わりましたかね。今度勢いよく選んでくれてます。ということで選び終わった感じがしますね。はい、それぞれ、はい、ありがとうございます。ということで選び終わりました。今回は2番の、羽ですね、羽をつけていきたいと思います。さあこれで、カメラのね、デザイン1台目終わりました。ということで早速お披露目に行きたいと思います。いきますよ、じゃーん。どうですか、飛んでいきそうなカメラ。まあ
そう、なんか盛り上がりそうですよね、こうやって。3。はい。こんな風にして、プラルートカメラ1台目できました。さあ、クライアントさんには、そうですね、合計3つのカメラのデザインを提案してみたいと思うので、あと2回ですね、デザイン選挙を続けていきたいと思います。選択肢はね、一緒になっているので、どんどんスピードアップしてデザインしていきたいと思います。それでは、2回目のデザイン選挙いきたいと思います。さあ、次。ね、どんなデザインになるのか、誰もわからないデザイン選挙ですが、今回も内容は一緒ですね。さあ、どんどん選んでみてください。一番黒色のボディ、二番目緑色に花のようなね、ボディ、そして三番、さっきも選ばれましたが、水玉のボディ、四番が黄色と水色のコンビネーション。さあ、どれがいいかを選んでみてください。さあ、どんどんみんな選んできてますね。お、いい感じで並んでますね。お、でも、はい、2番ですかね。2番、緑色に花ですね。のデザイン、今回は選んでいきたいと思います。それでは、続きまして。レンズですね。はい、レンズを選んでみてください。今回は、どの色のレンズが、さっきのね、選んだボディに合うか、想像しながら作って選んでみてください。ね、いい選挙してますね。さあ、皆さん、選び終わったかな？はい、ということで、今回4番ですね、4番のレンズを先ほどのカメラにつけていきたいと思います。さあ、続きましてシャッターですね、シャッターどんな色にしたらいいかなというのを選んでみてください。カメラは結構押し心地とかね、シャッター切る音とかも、見えないところもデザインになってたりしますね。さあ、皆さんどんどん選んでみてください。はい、どうかな。ということで、今回4番黄色のシャッターを選んでいきたいと思います。ね、レンズも黄色だったので、合うかもしれないですね。それでは、2個目のカメラの、最後の選挙ですね。アクセサリー。さあ、どれをつけると、より可愛くかっこよくなるかを選んでみてください。お、なんかすぐにパパパって入ってますね。ねえ、どんなアクセサリーが合うのか。さあ、皆さんどうですかね。もちろん同じものを選んでもね、他のものが違うのは全然違うデザインになります。それがね、デザインの面白いところかなと思いますので、どんどん自分がいいなと思ったものを選んでみてください。はい、ということで今回は一番ですね、ハンディングを取られた一番、選んでいきたいと思います。お、ちょっとなかなか可愛いデザインができてるんじゃないでしょうかね。これ私だけが先に見れるっていう特権付きですからということで、2台目のデザインのお披露目ですね、早速いきたいと思います。
ちゃくちゃ可愛くない？もう、ザ・女子カメラって感じですね。ちょっとシャッター押しにくいかな。あ、でも全然いけますね。すごい可愛い。なんか、クリスマスプレゼントにこれ頼みたくなったんですね。さあ、二代目も順調にデザイン仕上がってきました。ということで、最後の一台ですね。もう一台も、より可愛くかっこよくなるようにデザインしていきたいと思います。晴れすぎ、いいんじゃないかな。置き忘れとかない気がします。ということで、3番目、行ってみたいと思います。はい、もう一回ということで、さあ、最後の、ポラロイドカメラ、本体どれにしようか、皆さん、投票してみてください。3つのデザインを作ってクライアントさんに提案をしてあげましょう。3つ目、どのデザインが選ばれるんでしょうか。はい、ということで決まったかな。はい、今回1番ですね、1番の黒のボディ選んでいきたいと思います。さあ、続きましてレンズ、ね、どのレンズにしようか選んでみてください。黒のボディにどのレンズをつけたらいいデザインになるのか、ね、迷いながら、楽しみながら選んでみてください。はい、皆さん選び終わったかな？はい、ということで、今回、選ばれたのは黒とピンクのレンズですね。黒に黒のレンズ、なかなかかっこいいのができてますよ。さあ、続きましてシャッターの色です。黒のボディ、黒のレンズに合うシャッター、どの色にしたらかっこいいのかな、かわいいのかな、選んでみてください。一人で見てくれてる人は、真剣にみんなで見てくれてる人は、あれいいかなとか喋りながらね、やってくれてるんでしょうか。さあ、皆さん選び終わったかな？選び終わりましたね。ということで、今回つけていくのは青色のシャッターですね。青色のシャッターをデザインでつけてみたいと思います。さあ、続きまして、今日のデザイン選挙の最後の選挙ですね。仕上げ、どんなアクセサリーをつけたらこのカメラ大ヒットするんでしょうか。選んでみてください。さあ、どのカメラがね、どんなカメラができるのか、はい、ということで、みんな選び終わったかな？はい、ということで3番、紫の耳ですね、つけていきたいと思います。さあ、3つ目のデザインね、サクサクと出来上がりました。いや、想像つくかな。ということで、お披露目の方いきたいと思います。じゃーん、どうですか？すごいかわいい。こういう生き物みたい。あ、なんか男の子系そうですね。すごい喋り出しそうな、なんかカッター音とかも、なんかかわいい感じの音がありそうですね。
はい、ということで今日も3つのデザインをしていきました。さあ、ここからがデザイン選挙の一番の見せどころ、デザイン選挙の選挙をしたいと思います。さあ、じゃあ今日やった3つのデザイン並べてみました。じゃじゃじゃーん。どう？これこのお店に並べたい感じですね。みんながデザインしてくれたカメラですよ。ということで、じゃあこの中でどれが一番みんな好きかなっていうのを聞いていきたいと思います。一番いいですかね。3つのデザイン、一番好きなものに投票をしてみてください。一番人気どれかな、ね、なんか騒がしいカメラ屋さんがいそうですが、はい、皆さん入れてくれましたかね。ということで今回はこの2番の歌耳花柄カメラが1位を取りましたので、ね、せっかくなのでポラロイドカメラ撮ってみたいですよね。ね、どういう風に映るのか見たい人あれ、反応ないな。見たい人、あ、押してくれたということで、さあ、今日はちょっとね、特別編です。ポラロイドカメラ、実は、もう一個ね、売れるために、こういうものを用意してみました。さあ、このカメラ、どういう写真を撮れるのかっていうのをみんなでね、決めてもらえたらなと思います。一つ目が、おしゃれなフレームがつく。二つ目、面白い。ね、撮ったら、その写真が面白い、変装になっている。三つ目、かっこよく写る。いいですね。この三つ、どの機能を足したら、さらに売れるかな。っていうのを皆さんで選んでみてください。さあ、どの機能欲しいかな。さあ、どんどん選んでおくれますね。どんな風におしゃれなフレームつくのか。どんな風に面白い変装がつくのか、どんな風にかっこよくするのかですね。お、皆さん。お、断然あれですね。おしゃれなフレームがつくが多いかな？そうですね。はい、ということで、一番人気が高かった、おしゃれなフレームがつくということで、その機能をね、付け加えたいと思います。さあ、じゃあ、ね。撮りたいと思うんですが、まあ、本当はね、見てくれてるみんなをこうやって撮ったら、写ってきたらいいんですが、モデルが、今日はね、じゃん、ひらめきんくんで、まあ、勘弁してくださいということで、撮ってあげたいと思います。それでは、いきますよ。はい、チーズ。お、ちゃんとフラッシュも。避けましたね。さあ、お、いかがで、じゃーん、すぐに印刷ができる。でもね、プライドカメラ特徴なんかすぐには映ってこないんです。ちょっとね、待つというか意味がないらしいですが、振ったら出てくるらしいですよ。さあ、そろそろ出てきたかな。ということで、じゃーん。はい、おしゃれなフレームがついてます。おしゃれおしゃれって書いてるだけですね。ちゃんちゃんみたいな。どうですか、このおしゃれなフレーム。へーって言われる。ね、多分もっとおしゃれなフレームがつく。はずですが、まだね、まだ試験版なので、このぐらいのおしゃれ度で、いい感じだと思います。はい、ということで、今日も、いいデザインできたと思います。またね、みんなと、
デザインしていきたいと思います。さあ次のコーナー行ってみたいと思います。続きまして、じゃん、ひらめきパークアトラクション研究所です。さあこれこのコーナー結構新しいコーナーなんですが、一回やりましたが、さっきのコーナー中にカメラ入ってるんですよ。もうこれ入ってるんじゃなくて、もうこれ自体がカメラやからね。そうです、ちゃんとフラッシュもつけといたので。ということで次のコーナー行きたいと思います。アトラクション研究所ね、一度やったことがあるので、覚えてる人もいるかもしれませんが、こんにちは、僕ひらめきパークの、イメージキャラクターのひらりですね、略してメキパークです。この研究所ではいつか多分オープンするひらめきパークの、アトラクションを体験することができますね。遊園地ね、まずオープンするためにいろんなアトラクションを、皆さんで、体験して、本当にそのアトラクション楽しいのかどうかを、試してもらうというプロダクトですね。さあ今日はどんなアトラクションがあるかというと、この3つ、試してもらいたいと思います。1個目がダイナマイトを解除しろ、そして2つ目こんにちはエイリアン、そして3つ目じゃんけんクルーズとなっています。さあどのアトラクション試してみたいかを、選んでみてください。ちなみにこの前はね、ダイナマイトを解除しろとこんにちはエイリアンはもう一回ね試した人がいるかもしれません。さあどんどん選んでみてください。はい、ということでいいかな、皆さん選び終わったかな、分かりましたね。はい、ということで今回は1番のダイナマイトを解除しろをやっていきたいと思います。さあこのダイナマイトを解除しろ、どういうゲームかというと、じゃん、ここに4つのダイナマイトがあります。これから皆さんでね、投票でどのダイナマイトを解除するかを選びます。で、一つだけね、残念ながら爆発してしまうダイナマイトもあるんですが、それをクリアしたらね、回数によってこの後からお楽しみがあるひらめきパークのギフトカードをゲットできるということです。さあそれでは皆さん力を合わせてダイナマイト解除を挑んでいきたいと思います。さあそれではまずどのダイナマイト動線切るかを皆さん選んでみてください。さあ怖い、恐ろしい、大丈夫です。楽しんでやりましょう。さあどれが爆発しちゃうかな。さあみんなの運試しですね。さあ皆さん選んでくれてますね。はい、ということで締め切ります。今回4番ね、4番の多く入ったので、それではいきますよ。だん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 、セーフ。はい、セーフです。見事1回目クリアしました。それでは2回目の解除いきたいと思います。4番がなくなったので1、2、3のどれか選んでみてください。ね、ギフトカード1枚ゲットです、今のところね。もしかして前回やった人は、自分の中でキープしてくれてるギフトカードあるかもしれません。さあ皆さんどうですかね。はい、ということで2番でいきましょうか。はい、じゃあ2番のダイナマイトいきたいと思います。ダンダンダン、
お、すごいみんな。みんな、すごいな。ということで、またまた1枚ゲットです。さあ、最後、ね、パーフェクトなるか、1番か、2番か、ごめんなさいね、これ、番号間違ってましたね。1番か、3番か、ね、どっちがいいかを選んでみてください。こっち1番でこっち3番ね。さあ、どうですか？さあ、1番。ね、3番どっちがいいかを選んでみてください。はい、ということで、今回1番ですね。選ばれましたね。じゃあ、いきますよ。ダランダラン。アウトー！残念！ということで、でもね、2回クリアしたので、じゃーん。2枚ゲットしました。なかなかすごいですね。一発でアウトかなと思う時もあるんですが、見事でしたね。はい、ということで、2枚のギフト券、ゲットしました。さあ、お、今日は結構あれですね、もう一回いけるかなと思ったけど、さっきの奇跡が今日特別版だったので、もう時間となってしまいました。さあ、じゃあこのギフトカードどうするかというとですね、さあ、今回、つもりデパートと、ちょっと工事中ってまだ書いてますが、なんと、つもりレストランも急いで開業が決まりましたので、この1番か2番、どちらかの、とこでギフトカードが使えるということです。さあ、どっちがいいか、選んでみてください。さあ、つもりデパートでお買い物をするのか、つもりレストランでお食事をするのか、どっちがいいのかを選んでみてください。さあ、どちらかいいですかね。はい。皆さん選んでくれてますね。ね、お腹空いてる人は見に行くかな。はい。ということで、皆さん、レストラン、ね、団体行動なので皆さん一緒に行きます。レストランに皆さんで行きましょう。じゃん。さあ、つもりレストランメニュー表、ね、4つこれがあります。さあ、これ、ね、どれが食べたいのか、ただし、残念なことに、ね、今回は2枚しかないので、買えるもの限られてると思います。まあ、前回ね、もしかして貯めてる人は、ね、これ以外にも食べれるかもしれませんが、どれを食べてみたいかを、ね、食べたつもりになって、ぜひ選んでください。さあ、1個目が、お菓子が具のおにぎり。2個目が、スペイン風チャーハン。パエリアと思いました。そして、3つ目、たこ焼き団子。4つ目、ピザリ。ね。ヒラリーに見かけたピザです。みんな5枚も持ってるん？結構4番選んでる人多いけど、5枚もギフト券、前の貯めてたのかな？大丈夫？足りひんかったら、お皿洗いしないといけないよ。はい、ということで、皆さん食べたつもりになりましたがね、一番人気、ピザリーですね。皆さんが5枚ギフト券を持ってたこと、あ、友達誰かな？一緒に買うとかかな？はい、そういう風に、食べたつもりになってもらえたら、すごく嬉しいです。ということで、今日もひらめきパーク楽しんでもらえましたかね。さあ今日の、始まるプロダクトここまでになります。またね、皆さんといろいろ楽しいことをしたいなと思っているので、この後3分間たっと、書き込めるようになってます。もし、何かね、ご意見だったり、こんなこともやりたい、これ楽しかったとかね、こういう、そういうね、こと書いてくれたら読んでますので、ぜひ書いてみてください。はい。たこ焼き食べたい。食べたい、私も。ね。今日の晩ご飯は何かな？ちょっと気になりだしましたね。
ということで、今日も、お送りしたのは、スタイルとキャムハウス、アートディレクターの他のこと、ひらめき緊張として、見てくれた皆さんでした。頑張りました。ということで、また、すぐにお会いしましょう。さようなら。